じゃないよ。じゃんけんほい、あいこでほい、あいこでほい。ママが弱いことがあるんやけど。弱すぎん。皆さんこんにちは、あやはやチャンネルのあやです。はい、今日は久しぶりにパパの大好きな通販を使ってあるグッズを買いました。はい、今回買ったのはあやさんの好きなすみっこ暮らしのアイテム10個買いました。イエーイ。今日は商品紹介をしてもらいます。はい、ただし全部紹介できるわけではありません。ママにじゃんけんで勝った個数だけ紹介してもらって、紹介できたのをあなたにプレゼントします。わーい。紹介できなかったものに関してはママが使います。ということはあなたのしなければならないことはじゃんけんで勝つということになります。じゃあいきます。せーの、レッツトライ。はい、じゃあ全部で10回じゃんけんします。はい。いくよ。最初はグーじゃんけんほい、アイコーで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 ほい。イエーイ。1回ですね。最初はグーじゃんけんほい。これはどっちですか。これです。初期ですか。はい、アイコーでしょ。イエーイ。最初はグーじゃんけんほい。イエーイ。最初はグーじゃんけんほい、アイコーでほい。いやー、一回負けた。最初はグーじゃんけんほい、あいこでほい、あいこでほい。ママが弱いことがあるんやけど。弱すぎん。最初はグーじゃんけんほい。あ、どうですか、あやさん、紹介するコストが。せーの。じゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんほい。いくよ。せーいいの、もういいよ、終わって。いやいや、よ、最初はグーじゃんけんほい、あいこでほい、あいこでほい。あー、よかった、じゃんけん。最初はグーじゃんけんほい。あー、負けたということで、あやさん、かのさんで5回勝ったので5商品紹介してもらうと思います。はい、はーい。あー、残念、残りの5個はママが使うことになります。しかも紹介一切しません。はい、じゃあ、はい、どれから紹介しますか。これ一つ目はこちらです。修正テープです。はい、あやさんはまだ使えないんですけど、これね、4個入りだったの。すごくない？あやさんはどれが好きですか。もちろん。はい、ですね。これ何なの。こちら何だと思いますか。キーホルダー。こちら本を読む時のしおり。はい、しおりになるやつです。ここを本に挟んでペローンと垂らします。で、ここにいるのは猫ちゃんです。これランダムだったんだよね。うん、トカゲとかもあったみたいですけど、今回は猫ちゃん当たりました。うーた、うん、カモさんはお気に入りになったみたいですね。はい、次行きます。3つ目はせーの、すみっこ暮らしの7色ボールペンです。はい、柄がランダムでした。はい、ただ7色は一緒なんですけど、手に持つ限りはちょっと太いんだよね。太いんだけど7色もついてます。これすごいね、黒だけは分かりやすいとこあるんだね。今なんで覗いてた。あの、ちゃんと7個入ってるかな、見えるの。1、2、3、4、5、6、7。それさ、覗いとる最中にこっちから切っちゃった。くさっ、やめて。残り2つになります。これ、すみっこ暮らしの付箋になります。こちらも柄ランダムで届きました。ここ見てみて、あやさん、これ何。定規。はい、定規代わりにもなるそうです。まあ、ここの自体は紙なんですけどね。こういうアイテムもゲットしました。じゃあラストになります。じゃん、単語帳です。はい、これ皆さん使い方わかるでしょうか。あの、よく受験とかテストとかの前に重要な言葉書いて、後ろにどんなことか書いて、こうリングでまとめて使うやつですね。あやさん、そろそろね、覚えないといけないことが増えてくるので、お家でも車の中でも勉強できるように欲しいと言っていたアイテムゲットしました。はい、はい、かのさんも満足の文房具だったみたいです。うーん。ちなみにあや
さん、この画面外にどんな商品ありますか？下敷きと鉛筆と消しゴムと定規とノート。はい、こちら今紹介しなかったのはあの結構定番的なものですね。あやさんが紹介したのは珍しいものの種類になります。 2,3 回買ってたら欲しいものあるんでしょ？何が欲しかった？下敷きとノートと消しゴム、通常品やでね。うん、やっぱり私の隅っこの推しはトカゲちゃんです。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、サブチャンネルもあるのでよろしくね。バイバーイ。はい、カワさん行くよ。うん、はい、いきます。じゃん、はい、あの新しいものには目がない。はい、じゃあこちら回収しますね。カモさんに取られとるよ。ちょっとこれとこれやろう。ね、もうちょっとこれやろう。でも紫色はちょっと。やよ。ちょっとこっちあげる。